これはローガンの正統派続編でフォックス製のレクイエム映画でした。はい、さいなまして、こんにちは、サケネコでございます。今回は映画デッドプール&ウルヴァリンのいい点悪い点、率直な感想、できる限りネタバレなしでお話ししていきます。今回20世紀フォックスがディズニーに買収されて以後初のシリーズ新作ということで、デップがディズニー色に染まるかと思いきや、グロ要素も下ネタ要素も全開で、フォックスに買収されたことも初っ端からメタ的にデップがいじっていたので超安心しました。サケネコ的おすすめ度、デッドプールのみが好きな方には星3つ、 MCU 愛好家たちには星4つ、一般の方には星3つの作品でございます。理由を説明していきましょう。私も含めてデッドプールが大好きなファンはめちゃくちゃ多いと思いますが、逆にマーベル作品を見ておらずデッドプールだけ見ているという方も多いのではないでしょうか。そういった方々に関して最初に申し上げたいのは、かなりユニバースやアースの世界観が出てきて、マーベル作品のお家芸とも呼べるそういった関わりが多く、アースの概念がめちゃくちゃマルチバース的に出てきます。なのでそれを知っているか知っていないかでかなり評価が分かれる作品となりました。この手や登場人物をまとめた解説動画は後ほど作る予定なので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。もちろんこれまで通りのメタ的な要素もふんだんに盛り込まれており、グロ要素や飛び交う下ネタもデッドプールらしさがあってめちゃくちゃ楽しめたんですけれども、前作までは登場する個々のキャラクターやデッドプールとの関係、その背景がしっかりと描写されていましたが、今回は MCU キャラが大量に投入されているため、マーベルをあまり知らない層にとっては脚本が薄く感じてしまったのではないでしょうか。ただもちろんデッドプールという作風自体は全く変わっていませんので、どちらかというと 70% の面白さに加えて、 MCU キャラが分かっていれば以前のあのキャラとこのキャラも出てたわ、最高だという気持ちがプラス 30% 増しで 100% を楽しめるという形になると思います。やっぱりマーベルファンにとっては最高の映画にはなっているとは思いますが、このマーベルの常連、お得意様向けの作品に完全に作り上げてしまったんですね。デッドプールを使ってこのマーベル作品も全部見てねと言わんばかりのディズニーのご了承も感じられてしまうほど、マーベル作品はふんだんに盛り込まれていました。なのでこれらを知らなければおそらく 70% 面白いと感じる形になってしまうのかなと思います。しかしだからといってそれが悪いとは言えず、ディズニーに買収されてどうなってしまうのかなと思っていた矢先、一番冒頭からフォックスがディズニーに買収されたことをいじるようなメタ的要素もしっかりデップ節が炸裂していてめちゃくちゃ良かったですね。もしデッドプールだけしか見ていない方にとっては、せめてローガンだけは上映前に見ておくことをおすすめします。そうでないと感動もかなり変わってくると思います。過去作のキャラがたくさん出てめちゃくちゃ面白いんですけれども、逆にそれが目的となってしまっているようなシナリオ展開でしたね。私としては最後結構泣けました。これやっぱりフォックス配給会社フォックスのレクイエムだと思うんですよ。細かい小ネタもふんだんに盛り込まれていて何回も見ちゃうような映画でしたね。僕が気づいたところではデッドプールとウルヴァリンがホンダのオデッセイの車内で戦うシーンで、ヒュー・ジャックマンが演じた映画の音楽が微妙に何回か流れていたところがめちゃくちゃ面白かったです。ぜひ皆さんが気づいた小ネタをコメント欄で教えていただけると嬉しいです。コメントはネタバレ OK なのでよろしくお願いします。ちなみに私は言い回しのニュアンスがあるので吹き替えではなく字幕版をおすすめしたいですね。言い回しのニュアンスもしっかり字幕版で説明があるので楽しめると思います。そしてアクションシーンは最高らしい、グロ要素も満載、デッドプールらしい悪口もめちゃくちゃウィットに飛んでて僕的には最高の映画でした。皆さんはどう感じましたか？私はフォックス、マーベル、ニューラインシネマの同窓会という感じでめちゃくちゃエモかったんですけれども、これら知識がないと割と置いてけぼりを食らうような映画だったかもしれません。それでもテンポのいいグロさと悪口とアクションの相性の良さとスピード感が凄まじいので、これらを知らなくても 70% は楽しめると思います。そしてここからは少しだけネタバレありでおしゃべりしますのでご注意ください。よろしいですか？もうマルチバースはやめようってセリフはすごく良かったですね。これめちゃくちゃうなずいちゃいました僕。うーん、そうだよなって思っちゃいました。
あとファンタスティック4やブレイドやエレクトラが登場するところは20世紀フォックスはニューラインシネマもなかったことにはしないよっていう気持ちがすごい伝わってきて、いろんな意味でレクイエムっていう感じの映画でしたよね。すごい良かったです。正直ドクターストレンジの光の輪を使って簡単に脱出できてしまうのはマルチバースオブマッドネスと整合性が取れてないんで、デッドプールがめちゃくちゃになっちゃってるなっていう、それはそれで面白かったですよね。まあいろいろと評価が分かれる作品かもしれませんが、いずれにせよこれからのデッドプールの登場に非常に期待しております。監督のショーンがどういう意図を持って過去作のキャラクターを集結させたのかっていう質問にこうやって答えてるんですけれども、そもそもこの映画は過去作の繰り返しにはならない構造が必要だと考えていたと。それでも過去作のキャラクターを出したのはこの映画で描かれる危機が感情的により大きなものになると考えたからだと。宇宙を救うのではなく愛する人を救うというわけだとお話ししています。これ理由になってんのかな。それでもそれだけでは映画を作る理由にはなりませんでした。まあうん、そうだよね。最大の理由になったのはヒュー・ジャックマンがライアンに電話して3人で一緒にこの映画を作れないかと提案してきたことです。そこからの映画は本当に始まったのです。これ理由になってないですよね。まあ正直な話、マルチバースはやめようっていうのは監督の本音だとは思うんですけれども、ただどこかでまとまりきれない部分もあるから、もうそれはアンチテーゼとして表現したら面白いんじゃねっていう、およそギャグみたいなつもりで作ったのかなというふうには思っているんですけれども、やっぱりですね、みんなの同窓会とか、まあ、過去作のキャラを登場させていろいろとみんなでねぎらってあげようっていうのはすごいあったと思うんですよね。なぜかっていうと、これキャストだけではなくクルーも今までの監督作品で仕事をしてきた人がめちゃくちゃ関わってるんですよね。20年ほど前から一緒にいた協力プロデューサーとも一緒にやっていたって語ってるんで、これある意味制作陣にとってもねぎらいの映画になってるはずなんですよね。まあ皆さんが気づいた小ネタめちゃくちゃ募集してます。みんなと一緒におしゃべりしたいと思いますので、コメントいただければ私必ずできる限り最新の公開の動画には返信しようとしておりますので、ぜひコメントお待ちしております。次回はそういった小ネタや解説を集めた動画をアップする予定なので、この動画が少しでも役に立った、面白かったと思った方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。サケネコの映画チャンネルではデップマジで大好きなんで、引き続きマーベル作品 MCU 作品もそうです、これら映画の解説考察紹介レビューしてまいりたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。